こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はご質問ですね。モダンコインの発行枚数を調べると、数十年前は発行枚数が1000枚を超えるのが当たり前でしたが、近年は数百枚とかなり減っています。なぜでしょうか。1つ目、多分昔の方が売れた。2つ目、売れ残りを出したくない。3つ目、今は希少性を出している。4つ目、きっとアメリカを参考にしているはず、ということで、この4つのテーマでお話をしていきたいと思います。で、1つ目ですね、多分昔の方が売れたっていうことは、昔確かに記念コインで3000枚とかって発行されているものがあるんですね。で、これちょっとその後またこの動画を作る前に考えてみたんですけど、おそらく記念コインの発売の頻度も今の方がはるかに多いっていうふうに思いました。多分それで合ってると思うので、なので1980年の後半とかだと、おそらく記念コインは1種類とかしか、おそらく数種類しかなくて、いつもの定番のドラゴンスレイヤーのピストレッチさんの絵柄と、あとおそらくブリタニアとかしかなく、そこに、女王陛下の何周年とかがプラスされてたぐらいなのかなって思います。なので、発行のその、種類が少ないから、おそらく枚数が多かったんじゃないかっていう感じですね。今だとそれこそやれ007だ、やれクイーンズビースト、音楽の伝説とか、グレートエンデバー、ウナライオン、スリーグレイセスみたいに、何種類も年間に出ていると。おそらく月に 3,4 種類のそのテーマが出てるんじゃないかっていう感じですね。なので、テーマっていうのは、金貨があれば銀貨があって、それも目方でこういっぱい種類があって、全部で10型ぐらい出るようなイメージがおそらく今なのではないかなっていう感じですね。今の実例を言えば、ウナライオンとかも1キロ2キロ3キロみたいに、金貨もなんかものすごい大きさのものが何種類も出てきてるし、スリーグレイセスもおそらく1キロ2キロ3キロみたいに何種類もあると思うので、そのように目方で種類が増えたりもしてるような感じなので、枚数をより絞ってるのかなっていう感じですね。で、2番目、売れ残りを出したくないということで、これ枚数が多いと、実は近代のものも結構売れ残ったりしたことがあったりするんですね。なので、そのようなものが出るとあまり印象もよろしくないですし、枚数を減らして種類を増やした方がおそらく売りやすいんじゃないかなっていう気がしますね。これちょっと年号まで分かんないんですけど、ビクトリアの2019年あたりのものとか、ジョージ3世の2019年20年のあたりのものも、金貨としては多分 400-500 枚だったと思うんですが、最初別に売れ残ってたんですね。なので、今このコロナになった後の感じだと、今のイギリス金貨でそのようなものが結構売れ残ったりすることは考えづらいんですが、ほんの少し前までは、400-500 枚ぐらいであっても、要はクイーンズビーストとかも売れ残ってるものはあったので、400-500 枚でも売れ残ったりするのがイギリスのコインの、その総量、実力だったのかなという気がします。で、3つ目ですね、今希少性を出しているということで、今言ったように、とにかく、人気のある絵柄を使って希少性を出してですね、枚数を減らしていった方が、イギリスのそのコインにファンがいっぱいつくんじゃないかというふうにしているような気がしています。これ別に私ロイヤルミントの人間ではもちろんないですし、ロイヤルミントの人にそれを、質問をしたこともないし、あまり質問をする気もないので、とにかく、与えられたコインでこれがどうなるかっていうのを予測して自分で買ったり、鑑定に出したり、鑑定コインを買ったりしているのが今の現状ですね。4つ目、きっとアメリカを参考にしているはずっていうのは、これまた勝手に考えたんですが、ゴールドイーグルという定番の、例えば50ドルの1オンスの金貨があります。これもプルーフと MS と、あと名前忘れちゃったんですけど、マットプルーフみたいなやつですね。それがあるんですが、今回75周年のゴールドイーグルは実は枚数が極端に少なかった
ですね。ちょっと今何枚あったかっていうのはこれ、思いつきで喋ったので何枚かを数えてないんですが、普段2万枚あるものがおそらく数百枚、数千枚だったと思います。なので、これ取り合いが起きたと、珍しくアメリカのコインのその定番で多分 V75 とかって書いてあるぐらいしか、変わり目はないんですが、ゴールドイーグルの75周年記念のモデルなんですが、戦争が終わってからですかね、それがとにかく枚数が少なくて多分2万ドルとかに1オンスのコインがなっていると。これっていうのはもうウナライオンとかスリーグレーセスレベルの値上がり度合いなので、そのようなことが起きたのもやはり枚数を絞ったおかげなので、もしかしたらアメリカの US ミントも今はイギリスの造幣局が枚数絞ってて人気あるぞっていうふうなことをもしかしたら試したのかもしれないっていう感じですね。でまあこれもロイヤルミントに別に裏を取ってもないし、話もしてないし、質問もしてないんで、アメリカを参考にしたかどうかわからないんですが、アメリカの方はやはりゴールドイーグルもバッファローも、シルバーイーグルももう本当何万枚って売られるので、それだと希少価値が出すためにはサイン入りとかプルーフライクとかファーストストライクとかっていうのを足していくしかなくて、それのようなおかげでこの枚数、ロイヤルミントの、記念コインも枚数を絞っているんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今日はこの枚数が減ってってる理由を聞かれて、別にこれ私の言ってるのが合ってるのかどうかはわからないんですが、まあ自分だったら、そういう、施策、方針を取るなっていう感じですね。まあ日本でも天皇陛下の在位記念の金貨とか売ってるんですけども、数万枚売られちゃうわけですね。これが、毎年のように天皇陛下の金貨を出して、それが、1回300枚とか500枚とかだと殺到しておそらく値段が上がってくっていうシステムが作れるんですが、まあ、日本の、造幣局、財務省はそういうことを考えていないみたいですね。今日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄には、ご質問いただければ、まあコメント欄に返すパターンと何か動画を作るパターンがあります。あと別に YouTube に書かなくてもメールでご質問いただけると、メールで返すときと動画を作るときとあるんで、ぜひ積極的に使っていただければと思います。あとは、YouTube の概要欄の方ですね、こちらの方に LINE アット、LINE の登録の URL が貼ってあるので、こちらご登録いただくと私から、週1回、この LINE が届いたり、あとですね、まあ最初のうちは何通か、LINE が届き、あと動画が1本ついてるんで、ぜひそれを見ていただいて、まあ、このコイン投資に対していろいろ話を聞きたいという人はぜひ、Zoom で今30分間無料相談っていうのをやっているので、これ個別なので、今だと水曜と木曜と日曜日に1日2コマですね、1日2人まで、30分間でやっているので、まあ、このように、質問を、書かなくてもですね、私と1対1で話をできるので、まあ、結構今多分80人ぐらいやったと思うんですが、かなりの高評価、好評な、お話をいただいています。あとまだチャンネル登録されていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。